ですね、これ今撮影終わった後なんですけど、動画が消えちゃって、いきなり読み込めませんみたいにいきなりパシャッと止まって、2回目撮ってます。イエーイショーンボーイですけど、はい、今日はセリアとキャンドゥの購入品を紹介します。イエーイ。最近私毎日リハビリ兼ダイエットでウォーキングしてるんですよ、夕方で。いつもは決まったルートを歩いてるんだけど、今日は100均に行きたくてルートを変えてセリアとキャンドゥ行ってきました。そこですごい可愛いのを見つけたので、それをみんなに紹介したいと思います。ではレッツゴー。チャンネル登録してね。はい、もう全く同じことを2回目喋ってるので疲れました。あのですね、サムネイル皆さん見ましたか？ほうほうほう。あのサムネイルはですね、私一人で撮ったんですよ。一人でウォーキング行って一人でサムネ撮影したんだけど、セリアで、あのなんかスポンジの棚みたいなところにこう携帯置いて、誰もいないなっつって、こんな感じ。20人は普通にいたから、だから本当に怖かった、人が来ないか。だからね、ちょっと斜めってたんですけど、あれは角度をつけたわけじゃなくて、こう置く時に斜めっちゃったっていうだけです。そうで、本当はクリスマスコーナーでサムネ撮りたかったんだけど、クリスマスコーナーの向かいが結構人多かった、プラス食器のコーナーだったのね。食器のところにカメラ立てかけるわけにもいかなかったから、人がいない真ん中ら辺にしました。早速紹介していきたいと思います。まずセリア、じゃーん、こちらです。ブロックメモ、空の色でね、これはさっきと同じくだりをすると、これ中何色のメモなんだろうねっつって、どんな柄なんだろうねっつって、あ、ちょっと薄めの空だっていう話をしました。はい、次です。これのシリーズなのか分かんなかったんだけど、雲系いっぱいあったので買ってみました。じゃん、ミニレターセットと付箋。可愛くない？これ封筒がトレーシング素材なの、透けてんのね。で、多分この便箋を中に入れるとこう雲みたいになるよみたいな感じだと思う。かわいい。これさ、同じ。あ、ほんとだー、これだけ違うね。やば。会社もね、一緒なの、共和さん。次がこちらです。カスタムノート、シンプル&フェミニンシリーズで、これは私切手風シールかなと思って、で、中になんか52円とか書いて、あの、柔軟剤に。そう、これさっき、そう。本当にやだ。そう、年賀状に貼ったら可愛いね、みたいな。言いたくて柔軟剤とか言ってたんだけど、そう、消えたからもう一回そのくだりやんなきゃいけないんですよ。本当にやだ。でもさ、年賀状にこれ貼ったって切手になんないじゃん。確かに。じゃあ友達に封筒に入れて渡す時の手紙に貼るとか。うん、ああ。で、なんか裏にこれスケジュール帳にこういう貼ってあるのが書いてあるんだけど、だからもしかしたらスケジュール帳デコるのに使うようかもしれない。次、じゃーん、こちらです。ファスナーケース SM セット。最初にこれ見つけて、で、私いつも薬とか綿棒とか持ち歩くことが多いんだけど、その薬をこうちっちゃめのジッパーにしたのね。なんかこんぐらいのサイズのさ、キキララのやつ売ってるじゃん。それに入れてたんだけど、それだと5日ぐらい経ってくると、なんかぐしゃぐしゃになって白く濁ってくるのが嫌だったので、こういう硬いやつが欲しいなって思ってたんですよ。ちょうどゲッチュー。最初はこのシナモンがいるのが可愛いなと思って手に取ったんだけど、このクレヨンしんちゃんもすごい可愛かったから選べなくて両方買いました。これって半透明なのかな。確かに、これさっきの動画でも開けてないからね。初めてだからね、ちゃんと。あ、半透明だ、後ろが透明って感じだ。おお、いいね、可愛い。これ水色可愛い。これ横幅もこっちのがちっちゃいんだね。ちょっと若干ピンクなのと透明、かわいい。私最近なんか水色にハマりまくってて、服も水色なんだけど、これも水色じゃないですか。なんかで、部屋がちょっと水色っぽくなってきてて、地球グミも水色だしね、そろそろ肌水色になりそう。で、その辺が結構メルヘンな水色な感じだったんですよ、これとかも含めて。だから、え、めっちゃいいなと思って下まで見てたの、いつも見ないのに。しゃがむのめんどくさいからね。おばあちゃんだから。で、それでしゃがんだらこれが置いてあったの、クレヨンしんちゃんの丸缶です。パジャマ、私このパジャマシリーズすごい好きで、で、こんな感じ。
机ってさ、よくさ、このちょっとなんか隙間空いてるとこみたいなあんじゃん、ミニ引き出しがついててみたいな。でそういうとこにお菓子とか入れて置いといたらテスト期間とかいいんじゃないかなと思って買いました。セリア以上でーす。マフィ、次はキャンドゥで買いました。まずはちょっと似たような系統でいくと、こちらクロミファスナーポーチクレヨンタッチ。可愛くないですか？でなんかさ、このサンリオシリーズのさ、この大きさのこういうポーチ、そのシリーズがすごい可愛くて好きだから、あ、3種類ぐらいかな持ってるのね。なんだけど中が見えないタイプ初めてだったし、なんかこのクレヨンタッチが可愛かったので、で、あとね、ポムポムプリン、キキララ、キティちゃんっていっぱいあったんだけど、クロミちゃんがなんか一番可愛かったのでこれをゲットしました。さっきも言ったけど、ポーチは中が見えないのも欲しいよねっていう話。そうそうそう、やっぱ必要だよね。そう、さっきと同じ話しよう。あのさ、バッグの中からポーチパッて出した時にすんごい見る人いるじゃん。すごい苦手なんだけど。分かる。取り出すところからそれを使うところまでじーっと見てんの。え、なんでそんなに見んの、やめてって思うんだけど。喋んの2回目だから超なんか流暢。そう、私はよくバッグから取り出すと思う、あ、それ YouTube で見たやつだって言われるんですよ。いや、気まずいじゃん、なんかいいんだけど全然、あ、見てくれてんのは嬉しいんだけど、学校には YouTuber として行ってないっていうか、なんか YouTube ではこんなことやってるけどさ、学校ではちゃんと真面目に授業受けてるわけだから気まずいじゃん。あ、でもさ、周りはさ、そのオンオフスイッチは分かんないのかもね。確かに。だから学校で真面目にいると、え、何すかしてんの？そう、そう、学校でね、そう、私動画でめちゃめちゃテンション高くさ、深夜だよとかやってんじゃん。だから逆に学校で話しかけられた時に、なんか人見知りしちゃった、あ、こんにちはみたいなのやると、陰で冷たいみたいに言われるの。怖いって、やめてよ。だって逆にさ、いつでも深夜テンションでいたら怖い。怖い。こんにちは。あ、こんにちは。怖い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 。やだ。そこはちょっと理解していただいて。まあだから中見えないのはいいよねって話。みんなもあるでしょ、中見られたくないな、やめやんなみたいな。何見てんだーマフィ。次でーす。じゃん、ちいかわ。これもあのさっきと同じシリーズ。なんかこれさ、新しく始めたんだね。あの大きさ一緒。うん、さっきのセリアでこっちはキャンドゥだけど、ちいかわはセリアにも売ってた。こっちはクリアだ、すごい。うん、こっちカサカサしてる。そう、カサカサ。全然違う、裏から見ても。ママカサカサがいいな。私もなんかさ、ツヤツヤだとさ、消しカスとかつくよね。つくのと、あとなんか干渉しない。あ、確かに。なんかさ、サッて入れないときにさ、クックックってなったりする。確かに、クックする。あ、する。お次、じゃん、トレーシングスクエアシール。なんかソラシリーズがまた売ってたから買おうと思って買ったんですけど、あ、同じ会社だ。流行ってんの、ソラ。ねえ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 。え？これさ。あ、一緒。やだ。レターセットにこれを貼って、これで書いたら完璧。え、それだよ。うんって言えばいいの？うん。うん、YouTube で見たよって言えばいいの？あ、それセリアで買ってたやつだね。YouTube で見たよ。あ、そっか、シールはキャンドゥだっけ。YouTube で見たよ。全然いいのね。いいんだけど、ちょっとなんか気まずいじゃん。わかる？こう。でも、YouTube で見たよを抑えられるのも気まずいから。ね。YouTube で見たよ。YouTube で見たよ。YouTube で見たよって言われた時にどう反応するのが正解？いやー。次。で、あや。で、あや。で、あや。あやって。あや。何マジで。何のテンション。目玉ヘアバンドです。松野工業株式会社。あざす。あざす。アンチャンネルのメイクの時とかにも使えるし、コラボ撮影の時とかにみんなで一色ずつつけてたら可愛いかなと思って買いました。
さっきの会話を復元すると、ママが、それさ、でもさ、あんちゃんみたいな YouTuber だったら買うけど、普通にみんなに参考になんないよねみたいに言われて、あ、でもなんか今の JK はこういうのつけてプリクラ撮るし、わざわざっていうかこういうの作ったりしてプリクラ撮ったりも、もうプリクラに命かけてるからこういうのは参考になるよみたいな。これさ、目ん玉押したらプピってなったりする？プピ？あ、なんない。目玉グミ。マフィ。次はこちらです。目玉カチューシャ。これもね、結構数少なかったんだけど、これはこれプラス黄色の3色しかなかったから、2色買ってりょうくんと一緒につけられたらいいかなと思って選びました。合ってない服装に。あ、さっきも見た。高速点滅、お点滅、おゆっくり点滅の3段階でございます。おさらにせーの、ほい。おお、すごい。なんかさ、可愛くない？こういうのいるよね、モンスター。高速点滅、いるの？はにゃはにゃはにゃみたいな。どこらへんにいる？で、これで今、さっきやってたやつ。鼻の穴、あ、ね。もうね、1時なんでね、この後撮影2個あるから。次、こちらです。目玉リング。それなんか見たことあるな。あ、さっきか。目玉シリーズをちょっと全部網羅したいなっていう。はい、こんな感じ。結婚指輪。1個25円だからコスパも行きようかなと思って。返信マークもできるんでしょ。そうそう、これで彼氏に子守をする。離婚。マジ、これ見てる人面白いのかな。何、なんで笑ってんの。さっき同じ会話したから。おもろ。はい、次、最後です。じゃん、キューピー。キューピー売ってんの久しぶりに見たなと思って、なんか買わないといけない気がしたので買いました。手前から3番目のキューピー。手前から2番目まではね、前にこう出されてて見えやすいようになってたんだけど、なんかそれ撮ったら奥に、なんかすっごい奥にあって、この人がなんかかわいそうだったから救出した。で、2番目のキューピーはね、こうやってなってて、なんか誰かがいたずらしたんだろうなと。なんでそんな笑う。すっごい嫌だったのね。あ、骨？え？すいません。天使の羽でしょ。違う、羽って言おうとして骨って言った。地味にありえる角度なんだ。再現しなくていい。はい、以上です。はい、取れていたようです。今確認しましたが、はい、よかったです。チカリータ。疲れたけど楽しかったな。うん、面白い。もう悪くないね。やだよ。はい、ということで今日はセリアとキャンドゥの購入品紹介でした。ゴミ。骨折が治って初の自分の足だけでの買い物、一人で行ってきたんで楽しかったです。やっぱ買い物は楽しい。ちょっと本当に痛いから、走れはしないからずっとウォーキングしてんだけど、なんかスポーツブランドのスニーカーだったらそこまで痛くなくいけるって感じだから、そのスポーツブランドのスニーカーって本当にちゃんとしてんだなって感じた。じゃあママ何欲しい？さっきはこれって言った。いいよ。これは？これバッグにつけない？肋骨あるからな。こうでしょ。はい、ということで今日は100均での購入品紹介でした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。